シェルバーンはアメリカ合衆国インディアナ州サリバン軍カリー軍区にある町。2010年アメリカ合衆国国勢調査における人口は1252人であった。テレホートを中核とする大都市統計地域であるテレホート大都市圏に含まれている。シェルバーンはこの町を創始したパシャルシェルバーンにちなんで名付けられた。シェルバーン郵便局は1861年に 開設されて、以来、営業を続けている。シェルバーンの座標上の位置は、北緯39度10分46秒整形、87度23分49秒、北緯39.17944度整形、87.39694度、39.17944マイナス87.39694である。2010年アメリカ合衆国国勢調査によれば、 シェルバーンの総面積は0.69平方マイル。すべて陸地で、水面はない。2010年アメリカ合衆国国勢調査の時点で、人口1252人485世帯で334家族がこの町に住んでいた。人口密度は700.6人平方キロメートルであった。住宅戸数は556戸で、平均密度は311.1戸。 平方キロメートルであった。人種構成は96.2%が白人、0.5%がネイティブアメリカン、0.6%がアジア系、0.6%がその他の人種となっており、2.2%は2つ以上の人種の根校であった。いずれの人種化に関わらず、ヒスパニックないしラティーノと回答したものは1.2%であった。 485世帯のうち36.3%には18歳未満の子供がおり44.1%は結婚し同居している夫婦で16.5%には夫のいない女性世帯主8.2%には妻のいない男性世帯主がおり31.1%は家族の定義から外れる世帯であった全世帯のセントは 単身世帯であり、8.6%は65歳以上の独居高齢者の世帯であった。平均世帯人員は2.58人、平均家族人員3.00人であった。この町の年齢中央値は37.1歳であった。年齢階層別では、26.8%が18歳、未満、8.3%が18歳から24歳。 26%が25歳から44歳、26.5%が45歳から64歳、12.5%が65歳以上であった。男女比では48.5%が男性、51.5%が女性であった。2000年アメリカ合衆国国勢調査の時点で人口1268人、510世帯で、 350家族がこの町に住んでいた。人口密度は741.8人平方キロメートルであった。住宅戸数は585戸で平均密度は342.2戸平方キロメートルであった。人種構成は97.9%が白人、0.24%がアフリカンアメリカン、0.08%がネイティブアメリカン、 0.16%がアジア系0.39%がその他の人種となっており1.34%は2つ以上の人種の根高であった。いずれの人種化に関わらずヒスパニックないシラティーノと回答したものは0.55%であった。510世帯のうち33.3%には18歳未満の子供がおり48.0%は結婚し、 同居している夫婦で14.7%には夫のいない女性世帯主がおり31.2%は家族の定義から外れる世帯であった。全世帯の27.8%は単身世帯であり11.4%は65歳以上の独居高齢者の世帯であった。平均世帯人員は2.47人、平均家族人員2.96人であった。 年齢階層別では、27.6%が18歳、未満、9.1%が18歳から24歳、26.7%が25歳から44歳、23.9%が45歳から64歳、12.8%が65歳以上であった。年齢中央値は34歳であった。 女性100人に対する男性の人数は94.2人であった。年齢18歳以上に限ると、91.3人であった。この町の世帯年収の中央値は25,714ドル、家族年収の中央値は32,94ドルであった。男性の年収中央値は26,467ドルで、これに対して女性は25,21ドルであった。 町の一人あたりの収入は12,752ドルであった。家族のうち17.0%、人口のうち18.0%は貧困線を下回る水準にあり、その中には18歳未満人口の24.5%、65歳以上人口の12.7%が含まれていた。シェルバーンにはサリバン郡公共図書館の分館という形で、 公共図書館が設けられている。シェルバーンにはインターアーバンのテレフォートインディアナポリスイースタントラクションカンパニーが車庫を構えていた。車庫は1910年6月から1921年2月にかけて2期に分けて建設された。車庫の建物は2015年にアメリカ合衆国国家歴史登録財として登録され、 基準 A について20世紀初頭のインディアナ州における都市間電気鉄道の発達と結びついた交通分野での重要な意義があり、基準 C について得意なデザインであり、都市間電気鉄道の発達と結びついた建築物であることが認められた。2017年には大規模な保存、補修の工事が完成し、屋根が復元され、扉や窓が新しいものに交換され、レンガ積みが 復元補修された。ありがとうございます。